サマーズチャンネル。はい。ね。なお二人っきりだし。はい。なゲームをやるわけでもなく。うん。なんて言いながら俺うすうす知ってますけどね。手の匂い気にしてんのかよ。なんかイカのやつもあったからね。鳥もう放送順もよく分かんないのに。さあじゃあ見ましょう。はい。じゃん。相方のことならこれ分かるよね。ランチランチクイズ。おお。はい、私なんかあなたの知らないところでランチ食いに行きました、うん、ランチ食いに行ったんですね。ランチ食いに行きました、はい、でそこから出題されるのかな、はい、なるほど。先生あの、うん、三村さんの方から、うん、あの昔ながらのホットケーキを食べたいとリクエストがあったので、うんはいはい、せっかくならクイズにして しまおうということで、うんうん、してしようってイカしてしようイカないしようと思いまして。なるほど、はい、それをじゃあ俺が見て、はい、答えていけばいいの。答えていただければ。別に答えるだけでいいってことね。答えるだけで大丈夫。分かるでしょって、はい、大竹さんなら答えてほしい、はい、逆に何問ぐらい出る。そうそう全部で12問。12問そんなに、はい、俺そんなに喋った記憶ないけどねただ食ってきたらクイズだ。だから何が問題になってるか分かんないから俺何にも言えないんだけど。ホットケーキ好きですもんね実はね。ホットケーキって言った言ってたよ、ね、今。あ、言った、はい、じゃあよかった。俺それすらクイズになって俺怖くて。なるほどなるほど。いや俺ホットケーキ本当好きなのよね、うん、ホットケーキとクレープが好きですよね。好きだね、うん、うん。あんま言ってないけど。あまりにも、うん、あれですか、正解率が悪かった場合、うん、イカはいいんだよイカは1日1回イカは1回は許してるんですね。イカは1回まあ質によるな。どういう系のクイズかによるな。あれ良さそうな、はい、座布団っていう店。俺なんか見たことあんなこの店。この日の三浦さんの帽子は何の帽子だったでしょうと。僕はいろんな種類の帽子をかぶってますが、うん、この日の帽子は何の帽子だったでしょう。まあ主にもうあれですよね、サマーズチャンネルのここで作ったやつですよ三浦さんは。何色の何色のなんかあの古びれた紺みたいなサマーズチャンネルの帽子。あの黒がなくてそれになっちゃったけど意外と良かった。良かったってグレーみたいな紺。最近あいみょんの真似してこの服を買った時のファッションって見てない。だから最近ですもんね。最近です。最近これ購入したね、うん、これに合わせて僕は帽子選びをしてるんですけど。うーんってことはやっぱり紺かグレーのやつですよね。サマーズチャンネルの帽子作ったよね。作りました。それです。赤でした赤でした。で終わってますよね。サマチャンネルの帽子っていうのは。サマちゃんの帽子ですけれども、うん、お色関係ねえじゃん。久しぶりに外でも赤まで浴びてほしかったな。いいね。東麻布、東麻布。先日あの三浦さんが、うん、昔ながらのホットケーキを食べたいというちょっと伺いました。そうなのよ。なんでしょうね、ちっちゃい頃よく食ってたのは結局一番うまいんじゃないかなみたいなことになるよね。まあ、東麻布商店街ですね。あるじゃん、書いてあった。雰囲気良かったですよ、すごい。あれホットケーキってことだよね、だから。そうです。要は。はい。ね。じゃあ、なんか。なんか良さそうだな。うん。座布団、うん、なんかもうちょっとレトロな感じで。いい匂いしてんな。ほんと。昔っぽいな、商店街の。よいしょ。よいしょ。ハム玉もトーストサンドイッチもすげえうまそうだな。わかるよ。結局悩む、今日はねホットケーキを食いに行きましたから。トッピングもいくつかありまして。うん、なるほどね。第2問になります。うん、ホットケーキに選んだトッピングは、はい、ホイップクリームかスクランブルエッグか何もなしか。はい、何もなしです。何もなし。うん、もう絶対何もなしですよ。もう余計なもんつけないから。王道しかこの番組ではやってますけど、うん、ただ腹減ってたら
スクランブルエッグ行くかな。ホイップクリームはもうやらないでしょうね。やっぱそのバター乗ったメープルシロップのやつが食べたいから、それがベースだよね。それがベースです。それにプラスつけるかどうかだね。そうだ、トッピングはあのメニューのあの下の方にあるように割とトッピングしてくださいよみたいな感じで書いてある。ベーコン、ベーコン、スクランブルエッグ、サラダ、ホイップクリーム。もう関係ねえじゃんサラダってトッピングってのはその上に乗せんじゃねえのか。おまけだろよ。そしたらだからまあホイップクリーム小皿みたいなもんかな。何もなし。3番。3番でトッピングもいくつかありまして、うん、なるほどね。ホイップクリームは横に乗るんですかね。はい、別条件ない。あ、それがいいですね。じゃあこのホイップクリームを横につけたい時につける。いや横に乗るかどうか気になったらやっぱり。そうだから乗せできちゃうとダメだ、ね、そうでしょ、うん、そういう意味で正解してますね。お願いします、はい、好きなんですよホイップクリーム、いや味変でね、うん、途中ね。ホットコーヒー。はい、はい、はい、お願いします。大竹さんと2人でご飯行かれたこととかっていつぐらいだったりするんですか。大竹と二人でご飯、はい、それすごい遡るかもしんねえな。20代じゃないのかな。もう30年ぐらい前。うん。でネタ合わせのやるって言って下北とかね、はい、当時下北住んでたから下北に待ち合わせとかして、はい、って知ってる？あの昔からのね定食屋があるんだけど、はい、食って、はい、550円とか600円とかだったかな、はい、うん、大竹さんと2人で最後にご飯を食べたのはどこの店で、メニューが何だったでしょう。これはもう分かりますよ。分かりますか。22、3ですよね。そうですね、お金のない時、うん、店の名前はねちょっと今さっと出てこないけど俺はこのトークでさっと出てますけど。よく出たね。生姜焼きですよ。メニューは黒ごまがまさかかかってるっていうね。そう、ごま塩の、ごま塩かけてもかけなくてもかけてもかけなくてもかけてもかけなくても、そうそうそう、あのカウンターにごま塩置いてある、ね、名前は確かね、どっかあっちの中野とかあっちの方にももう一回あるんですよね。そうですそうです、支店がある。もうほぼ出てますよ、ね、ほぼ出てます。もうあそこのカウンターでね、うん、最初の一文字教えてもらえますか。き、え、き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 じゃないんだよ。あー、わかりました、わかりました。き、キッチン南海の生姜焼きです。はい、はい、うん、下北に待ち合わせとかして、はい、キッチン南海って知ってる？あの、うん、昔からの、ね、ね、定食屋があるんだけど、はい、緑の看板の、まだあんだ。あそことか店主は変わってんだろうな。じゃあ生姜焼き食って、そうですね、550円とか600円とかだったんだな、うん、そうそうそう、はい、いやもう完璧だねこれで、うん、名前はそこではネタ合わせできないから、そこで食った後ダンキンドーナツっていうのは当時あって、はい、もう今ないんだと思うんだけど、はい、それの2階っていうのがイートスペースで、はい、でそこ何時間もいられるから、はい、そういうとこでネタやったり。サマーズチャンネルの話をお二人でされることってあったりするんですか、うん、自然にしてる時もあるだろうね。あの企画良かったねみたいなものって、うん、だったりします。そのあの企画良かったねの話題はそんな出ないかもしれないけど、俺はあの好きだけどねもう一人こうここにいる人もなんか楽しそうだし、はい、じゃあ第4問。え、三浦さんが好きなサマーチャンネルの企画、はい、もう一人いるって言ってたね。もう一人いるような企画なんでしょうね。じゃああれだろ、飯食うやつだろ。
あのなんか 食って1位決めるみたいな、あのくちゃくちゃになっちゃうんですね、もう一回あれ食わしてくれみたいなまあそれもあるけどいいんですかそれで。あ、それじゃないの。え、もう一人いるやつが分かんないな。俺意外とあれ好きなんだ実は。あれか、あ、じゃあツッコミのやつだ、決められたツッコミを言うタイトル、しばらくやってないやつね。しばらくやってない、コンビのやってないやつってこのほっといく前に思い出すかね。いやでもそれですよ、ツッコみたい。はい、ツッコみたい。はい、俺はあの深川の当てるやつ好きだけどねあれは深川も乗ってるし、はい、でもう一人こうここにいる人もなんか楽しそうだし、はい、ゲストもね2回ぐらいやりましたね、これ、うん、実は結構好きだ。ああ、喜びでしょ。深川さん知らなかったんですけど、うん、一世を風靡してたネタです。そうじゃない、だって現役大学生でああやって出てきていろいろレギュラーを勝ち取ったってことはやっぱ一世風靡したんだろうね。そういう意味では同じあるあるで、つぶやきも相当すごかったね。そのつぶやきさんのあるあるで印象に残ってるあるあるって三村さんの中では何かあったりしますか。出た問題パターン問題に導くやつね。だんだんトークしてると分かる、ね、なるほど。っていうの好きですこれも当たんじゃないかな思うたけど。なるほど。三村さんが印象に残ってるつぶやき四郎のあるあるは何でしょう。俺も今思い出してるのいっぱいあるけどね、うん、だ俺がよく言うのは、うん、あのおばあちゃんエスカレーターで、うん、なかなか登れなくて、うん、ずっとこう好きな段があるのかなっていう、あの好きな段を待ってるみたいなずっと乗らないからそういう意味で乗らないんじゃないんだけど、うん、迷ってる様をそういう風に好きな段を選んでるように言う、うん、あるあるじゃないけどねこれ、うん、それ大丈夫ですか。それで大丈夫です。それしか今もう浮かばないです。エスカレーターの前でまごまごしてるおばあちゃんいるけどあれな、好みの段があるのかな。いや正解ですよもうこれですよ、つぶやきといえばこれ以外が浮かばない。浮かばないですよ今。普段三村さんあのサマーチャンネル何も知らずいらっしゃいで、うん、急に始まるじゃないですか、うん、一番なんか驚いた企画って何かあったりしますか。こんなことやるんだ、驚いた企画、はい、全然わかんない驚いた企画。俺も今忘れちゃった。驚いた企画、俺何言ったんだろう。あのあれかな、屋上でやるやつ、引っ掛けクイズ、うん、引っ掛けクイズ、うん、あーって言ってる時点で絶対違うんだよねもう、うん、彼のリアクションで大体分かっちゃうからね。あーって言ってたから、うん、驚いてはいないんだね、うん、さっきのバッチリ当たっちゃった時はそれで本当にいいですか、ね、いいですかって言ったけど今のはあーって言ってた、ね、あーは俺が答えてないもんね。そうです、これじゃないですよ驚いた企画はいっぱいありそうだけどな、今俺が分かんなくなっちゃう。だからそんなになかったんだろうね。うん、強いてあげればだった。強いてあげればかな。そうですまさにね、強いてあげればバイオハザードかな。じゃあそれで、うん、驚いた企画、はい、むしろ今日だよね驚いてるのね何これランチ食おう当たるわけだうん、今日に驚いてる。なるほどなるほど、そういうことね、うん、普通のランチ食うは結構衝撃だよ急にこの呼び出されて今日あのランチ食べていただくんでってマネージャーに言われて、まあいいけど1時ぐらい集合って言われたから、はい、昨日の恵方巻きの2切れぐらい少し海鮮のを食ってうまそうだったから、うん、ここまで我慢するは無理だなと思って。ああ、なるほど、うん、ここまで我慢するの無理だし朝飯食わなきゃいけない
もう一つの理由っていうのはあるんだけど、これいい、はい、このクイズ、はい、当たると思うけど、朝ごはん食べる理由、私が必ず朝ごはん食べる理由は、だから前の日のご飯を処理しなきゃいけないから、うん、それはもう絶対です。で、前の日のご飯を処理しなきゃいけないっていう、恵方巻きっていうのはもう多分前の日だろうから、そうですね、うん、まあ、だから神さんは多分次の日の朝も食えるように多めに買ってたっていうのはあるけど、うん、そういう時じゃない場合も結構は朝ごはん食うんですよ、うん、やっぱり薬飲まなきゃいけないおっさんってね、おっさんって何かの薬を飲むとやっぱ食後っていうのは決まってるから、朝ごはんは食べないとやっぱその飲めないですから、あ、それでいいですか、胃に負担が来ちゃうから、それでいいですか、うん、はい、朝飯食わなきゃいけないもう一つの理由っていうのはあるんだけど、これいい、はい、このクイズ、はい、当たると思うけど、家で飲まなきゃいけない薬を飲む正解じゃねえか、正解、朝飯食った後じゃないと同い年飲めない、同じこと言ってるじゃん大正解でしょうねこれ、そうですね、だからこれはこの年にならないと当たんないかな、当たんないね、だから軽くおっさん芸人とかいろんな人ちょっと軽く朝飯って言ってんのって大体薬だから、普通のクイズ番組とか通用する問題だねこれ、うん、ね、はい、飲まなきゃいけない薬が出てくる、うん、腹減ってんのこれでいいの、これなんすか、アイスクリー ム, アイスクリーム、はい、で、ほうまき食ったからもうまさにもう昔ながらの喫茶店のホットケーキですね、こんなの取ってんのちゃんと、これが食いたいのよ、俺もホイップクリーム欲しいな、いろいろこういうのこっちに置いてね、2段目ね、2段目なんで避けるんですか、え、ん、そうですね、三浦さんがアイスクリームとホイップクリームをお皿から避けた理由は何、うん、俺も避けるよ絶対、だってメープルシロップが皿の下にずっとついちゃうじゃんなあ絶対ついちゃうから嫌なベトベトして、そう、何このクイズ、ちょっと当たり前じゃん、うん、当たり前の話です、あ、だから礼儀だったり食いにくさだったりな、そうそう、分かんないけど俺正解は、若い子は一緒に乗ってるから、うん、一緒に乗ってて食うもんじゃないのって、うん、雑にしてるけ ど, してるけど下につくのすげえなんだ、うんうん、俺無駄だよな、無駄でさ、だってホイップクリームじゃなくてメープルを なびりたいんだから、そう、なびるところに丸が、皿があったらなんかこう邪魔になっちゃうから、うん、皿の後ろをなびるみたいになっちゃう、そうですそうです、世界見てみ、うん、いろいろこういうのこっちに置いてね、うん、なんで避けるんですか、え、ちょちょやっぱごめん、メープルシロップかけた時にこうヘリとかについちゃうほらほらほら同じこと言ってそう、全然不思議もないね、うん、当たり前の真ん中に置きたいぐらいやっちゃうのかな、みんなあのまま普通は少しこう分かんない、可愛がってあげて、じゃあマスク外しますよ、はい、いや、いいおじいさんじゃない、おじいさん、そのマスクで恐る気はないって、まず最初もう普通にいただきますよ、こんなこういうのなしで、俺らのちっちゃい頃はこういうのなかったからね、うん、もうバターと蜂蜜、もうバターと蜂蜜メープルシロップオンリー、でもこれが一番うまかったりすんだよ、いやこれうまいね、うん、俺も好きですよこれ、うん、はい、日曜日の朝10時ぐらいからやってる番組みたいなね、めちゃくちゃうまいな、一人で旅行ってふわふわでふわふわでじゃね、少しこうサクもう少しあったりして感想も、ね、感想もいいな、本当に美味しかった、ね、バターの塩味とメープル、無敵ですねこれ、うまいな、で最後ごちそうさまって出てくるんだねこの店ふわふわとおっしゃってましたけど、動物に例えるとどのぐらいふわふわですか、うん、このホットケーキを、はい、動物に例えるとどれぐらいふわふわ、はい、例えたくないな、動物に例えたくないじゃん、うん、もう無理やりのこの今質問だけど、うん、だから多少
ホットケーキを集中して食いたいなんかこんなこと言われたから、うん、多少雑ですよ。だから猫の腹かな猫の腹裏側のふわふわの。動物に例えると、はい、どれぐらいふわふわ。虎ですね似てる、それ似てるじゃん、猫似てるよ。分かんないでしょ。ちなみにどういうところが虎なんですか。昔童話でなんかほら虎がぐるぐる回って最後バターになっちゃうみたいな、うん、あった。知らないか、ちょっと分かんないです、はい。バターを連想したらなんか虎になっちゃったんだよね虎がバターになっちゃうんだよなかなかちょっと読んでみないと想像がつかない。そうでしょ、はい、この年代の人は大体わかるよね、うん、あ、大竹もわかります。なんか結構昔から本はよく読まれてたんですか。あ、小説好きだとか言ってるけど、はい、大人になってからかな。それはなんでまた大人になってから読まれようと。アイスもトライしましたよね。ああのバニラアイスもある、うんうん。あれこれ意外と知らないかもしれないな。あ、そう、うん、あんまり俺も言ってないかもしれない。これ当時目が良くて字を読むのが好きだったんですよ。でどこに書いてる字も読んでたね。まあ電車乗ったりして、ね、電車乗ったりして広告を見たりもしましたよ、うん、その延長線上に字がいっぱいのやつを読むようになったっていうことですね。あ、字を読みたくなった。なんでまた大人になってから読まれようと思ったんですか。ん、それこそ神さんの親父さんが、はい、ああ言ってたな、言ってたでしょ。勤め人なんだけど、はい、ちっちゃい本をね、カバンも何も持たないで、うん、ちっちゃい文庫本をね、うんうんうん、後ろのポケットに入れて、はい、通勤してるのを目撃して、何あれかっこいいなっていう俺もそういう大人になろうと思って言ってましたね。うん、そこが始まりなんですか。ちょっとずつ読んでたから、はい、でさらにそれを見て拍車かかったかもしれないね。三村さんから大竹さんにこの本いいよっておすすめされたこととかないね。進めないよね映画とか見るね、あいつは。本は基本誰にも勧めないかもしれない。それはそもそも勧めようと思わない何て言った、うん、三村さんが本を人に勧めない理由は。これも恥ずかしいからでしょ。ああ、なんか別に俺の好みと好きか分かんないし、うん、あと自信がないからです。なんかニュアンスはね、うん、合ってる気もするんだけど、なんて答えたかな。なんかね、うん、そんなようなことなんだ。そんなようなことだよね、うん、自信がないから。自信がないから的なことなんだよね、うんうん。それはそもそも進めようと思わないことか。そいつがどうせ読まないから確かにね。そうなんです。こっちの方が多いでしょうね、うん、そんなことないと思いますけど、ね、まあ、だったらそれこそツイッターで写真撮ってこの本良かったなってつぶやくことのがあるかもしれない、うん、あ、なるほどなるほど。その方がね、あの本当に読む人が見てくれるから。確かにね、うん、最高でした。ありがとうございます。どうですか、こういうランチを食べるという企画でしょ、うん、いや、そんなことないです。え、最終問題いいですか。最終問題、三村さんが感じた、うん、この企画の不安要素は。不安要素はもうだから、こんなの見てていいのっていうことですよね。誰がこのシーン見たいんだよっていうそれは今大竹さんが感じる大竹さんの不安要素。いや違う俺はほらやってるから、うん、俺は意外と良かったですよ。でも、あ、そう、はい、だ本人はただ食ってるだけだ、何にもやってねえから、うん、いいのって、これで終わりでいいのみたいな。よくほら、当時ドッキリすげえかかってたんですけど、うん、嫌いじゃないんですよ、ドッキリかかるの。
はい、嫌だけど、その現場は。現場最悪です。普通に暮らしてたら終わったけど、そう、それで仕事終わりでいいのっていう。だからよく、いいとも終わりに、なんかこう、打ち合わせなり、なんか一番組ありますって言って、その道中、車の中がドッキリで、うん、ドッキリかかり終わったら、うん、あ、今日の仕事終わりです。え、午後の違う仕事、あれはないです。ラッキーで、今も別に仕事したからないじゃん。そうそう、ただ乗ってるから、うん。でも面白いんでしょって、すっごい面白かったです。ラッキーラッキーじゃあラッキーって。考えたり動いたりしなくてよしなんだったらラッキーっていうね、うん、いうこと言ってましたんで、うん、これでいいのっていう不安ですね。どうですか、こういうランチを食べるという企画でしょ。いや、面白かったらいいんだけどこんなおっさんがランチ食ってんの面白くないでしょそんなことない。正解ですね。あ、正解です ね、うん、これでいいのかっていう。自分から何も面白いことやってないから。そうね。大丈夫。大丈夫です。もう終わり。もうこちら的には、はい。何このシュールな YouTube ラッキーですね、これ。ラッキーです。ラッキー。これでだって評判はね、はまあ分かんないですけど、うん、はいはい、こうやって1個の番組になったわけですから。うん、成績的には6問正解半分。お、なかなかじゃないですか。いや、これはまあなかなかでよしでしょう ね、うん、だって、うん、虎とか当たんないだろうし、うんうん、猫っていうかすりがあったけどねゴン、いろんなハンバーガー食べてみたい。うわ、これなんだ、すげえうまいな。すげえ食い応えがあるな、これ。これね、うん、やばいって。肉がもう全然違うやん。すげえうまいな。うまいな。とうとう 0.12 ぐらいの勝負になってる。夏も冬も巡る季節を。サマーズチャンネル。